はい、どうもめいチャンネルです。本日私はですね、こちら見えますでしょうか、インターコンチネンタル東京ベイさんの方にねやってきております。レイ君はね寝てしまいました。はい、今ですねヒルトン東京台場さんの方からですねゆりかもめで移動してきましてですね、竹芝駅の方にね到着して、こちらの今インターコンチネンタル東京ベイさんの方に到着いたしました。もうね今ね13時半でちょっと早いんですよね。今回はですね特殊なプランでですね、基本的には15時からですね12時チェックアウトっていうね、アンバサダー特典が基本的には使えないプランとなってます。ちょっとね早いんですけど、まあ難しいと思いますけど、ちょっと行ってみてね、あの最悪荷物だけでも預かってもらおうかなっていうふうに思います。じゃあね早速チェックイン手続き行ってまいります。レイ君ねぐっすり寝てます。はい、あとね10分で14時でアフタヌーンティーが始まるみたいなので、アフタヌーンティーいただくことになりました。とりあえずね時間1時間制でウェルカムドリンクいただいてます。なんかねチェックインできそうな感じです。ラッキーです。はい、そしてねドリンクバーのスペースはですねセルフとなってまして、こういったね紅茶だったりとかチョコレートとかねございます。でお水だったりとかねコーラだったりとかフルーツジュースがねございます。はい、アフタヌーンティーセットはねこういう感じのセットですね。もうね手でつまめる感じでいい感じですね。でドリンクだけねセルフで持ってくるような感じです。はい、無事にねチェックインもできましたんで、アフタヌーンティーいただいたらねお部屋の方に向かっていきたいと思います。さていただいていきましょう。セーボリーいただきます。うん、サーモンうまい。もう一個ね、セーボリーあって、チキンっぽいですね。うん。はい、今日はね、こちらの2111号室というお部屋でございまして、この角ですかね。お、素晴らしい。角部屋っぽいです。こちらのね、2111号室になります。じゃあね、入っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、それではねお部屋の方ざっくりね見ていきたいと思います。入ってねすぐ収納があって、テレビだったりとか荷物置く台があって、もう荷物ね入ってますね。はい、レイ君ソファー越しにおりますけど、こんな感じのねベッドという感じです。明るいですね。はい、ベッドパネルなんかもどうですかね、なんかカジュアル、高級感があるカジュアルな感じですね。ね、こういったウッドなんかも非常にね落ち着きのある感じのウッドを使われています。さあ眺望を見てみましょう。結構ね明るすぎるかもしれないですね。はい、眺望に関しましてはね、正面お台場だったりレインボーブリッジね見ていただくことができますね。もう先ほどのねヒルトンのちょうど対象っていう感じでしょうかね。はい、であとはねこっち側はこういったねシティビューを見ていただくこともできるという感じのビューとなってます。はい、前回ね泊まった時も確かこんな感じだったなと思いましたね。非常にねベイビューもシティビューも両方楽しめる眺望になっております。はい、それではねお部屋の詳細見ていきたいと思います。まずねちょっと玄関の方に戻っていってですね、はい、玄関とかはねこんな感じの白を基調にしたですね作りとなっています。一見ねなんかすごいカジュアルっぽい感じの、なんかねクラシックというかヨーロピアンな感じしますけど、はい。で、こちらですね。本日の場所がここの角部屋にね、していただいてます。エレベーターホールがここで出てね、奥のこのスペースになってますね。はい。で、入っていただいて右手側がね、収納となってます。はい、こんな感じでですね。電気はね、つかなそうですかね。はい、上にね、枕があったりとかですね。はい。で、下にバスローブがね、あったりとか、まあ、ハンガーなんかもねございますね。はい、あとは傘であったりとかスリッパ、アイロン台がねございます。靴べらとかシューブラシもございます。まあ、こんな感じの収納ですね。でバスローブに関しては、まあ、特段ロゴ入ってないですね。すごいタオル生地でね、ゴワッとはしてないかな。はい、非常に着心地が良さそうなタオル生地のバスローブとなってます。
ではこちらのお隣の方は、はい、パジャマありますね。青白版ウォーリーパジャマ、これはワンピース型ですね。はい、ワンピース型の、はい、パジャマとなってます。そしてセキュリティボックス、セーフティボックスがあって、この下はまあなんかね特に入ってませんね。ここに駐車員があるっていう感じですね。こんな感じの、収納スペースで、下にですね体重計があります。じゃあレイ君バッタンしていいよ。ありがとう。はい、でこちらの扉のとこにね姿見の鏡がありまして、ここを開けていただくと水回りですね。じゃーんと、はい、まあ、こんな感じのね水回り、シャワーブースがこのようにレインシャワーとねシャワーがあって、タオルが置いてあって、ウォッシュレット、なんかね先ほど言ったヒルトン東京台場さんとなんか作りに似てる感じでね、色味がねちょっと違うっていうぐらいですかね。はい、そしてこちらにお風呂があるという感じですね。いや広々してますね。ねめっちゃ広い。めっちゃ広いね。めっちゃ広いね。めっちゃ広い。はい、こんな感じで、まあ、相当ね広さありますね。でこれはバスソルトでしょうね。はい、で鏡があって、アグラリアのねアメニティが置いてあります。まあ結構ねここら辺も大理石使ってるね、結構贅沢な。でさっきね音出てたんですけど、テレビの音がねここにバスルームに来るようになってましたね。で石鹸です。はい、で下の方ヘアドライヤーがあります。どんな感じでしょうかね、ちょっと開けてみたいと思います。はい、ドライヤーはですね黒いねナノイーですね。あ、結構ねいい感じじゃないですか。はい、こんな感じのドライヤーが入っております。で下は特段入ってなくて、こっちも入ってなくて、ここら辺にですね、はい、ボディタオルがあったりとか歯ブラシとかね、はい、こういったアメニティ類がございます。こんにちは。はい、じゃあねちょっとシャワーどんくらいの水圧かね見ていきたいと思います。あ、でこちらはね三木本のねアメニティがね別途ございますね。はい、あ出た、難しいやつですね。レインシャワーと普通のシャワーがあるんですけど、あ、これがね多分右側にしていただくとね見えづらいですね。シャワーで左側がねレインシャワーって感じでしょうね。でこれを多分引いていただくと出る。お、出た、怖い。はい、こんな感じの水圧、まあ結構十分なね水圧出てますね。はい、こうね引っ張ると出るんですけど、右左で温度がね調節できるんで、回しながらできるんで温度調整が難しいかもしれないですね。はい、まあ洗面はねこんな感じになってますけど、まあ意外とねタオルにこういったインターコンチのロゴがあったりしてね、いい感じですね。はい、ではねお部屋の方に入っていきまして、こんな感じでねテレビがあります。これシャープ製の32インチ、まあ めっちゃね大きいっていう感じではないですね。でネスプレッソマシーンとお水ねございます。あ、ここはね DVD プレイヤーがねございますね。はい、でここら辺は収納、特段何もね入ってないですね。あ、こっちにはねリモコンだったりとかテレビガイドがね入ってます。うん、ペットにライオンちゃんごろんしてると。はい、でここ開けていただくと、はい、こういう感じでですねアイスペールがあったりとか、グラス類ですね。あ、結構ねネスプレッソマシンのポーションが3種類2個ずつで計6個あったりとかね、グラス類がございます。でこの上はですねシーバスだったりとか TWG のね紅茶なんかがあったりしますね。あとお菓子がございます。お菓子、はい、レイ君が狙ってますね、怖い。そして、電気ケトルですねございます。でこちらにね冷蔵庫があって、あ、ここにもねポーションがある、冷蔵していいな。で、はい、こんな感じのねドリンク、これはね有料となってます。はい、面白い、冷蔵庫にポーションがあるのはいいですね。
はい。で、荷物を置く台もね、結構なスペースがあります。で、この下、引き出しがあって、インターコンチのね、紙袋があったりとか、はい、こんな感じですね。上は特に何もありません。そしてデスクがこんな感じであります。そしてね、デスクがこんな感じでね、ありまして、ティッシュだったりとか、あとはね、まあ、いろんなサービス類の案内がね、ございますね。はい。で、間接照明があったりとか、電話機があったりとか。あ、ここら辺はね、LANケーブルがあって、コンセントがね、はい、こんな感じでですね、3箇所、そして LANケーブルがあるという感じですね。で、LANケーブルこうやってありました。下は特に開かないですね。あ、この椅子なんかもね、めっちゃしっかりしてますね。革張りで。いい感じです。では収納部ですね。ここ開かなくて、ここにはね、ソーイングセットが入ってたりとか、なんか案内が入ってますね。はい、こんな感じのね、テーブルとなってます。結構ね、しっかりとした木を使われてていい感じですね。はい、はい、レイ君はね、もうベッドに乗っかってる感じですね。私より先にダイブしちゃってますね。はい、で、こういったね、机があって、ソファーがね、あるという感じです。で、結構ね、いい感じですね。天井もね、非常に高くいい感じです。で、ベッドのね、足元の方にはこういったランドリーのね、袋があったりとかします。じゃあね、ベッドパネル見てみましょう。まあ、こんな感じのね、間接照明がございまして、ここでね、電気をつけていただくような感じですね。これついてるのかな、もうわかんないですね。はい、で、ここら辺が iHome っていう Bluetooth のスピーカーになってますね。目覚ましとかね、一緒になってます。で、ここにですね、コンセントが2箇所だったりとか、あとフロアランプのね、コントローラーがございます。この下には、はい、聖書とかね、入っております。はい、もうレイ君ね、ここの枕をコロコロしたくてしょうがないみたいですね。はい、では反対サイドね、見ていきましょう。あ、ここね、空気清浄機があったりとか、あとエアコンのね、コントローラー、こんな感じでございます。反対サイドも一緒ですね。電話機があって、間接照明があって、で、こちらの方の下にはね、コンセントが2箇所と、まあ、ちょっとね、コントローラーのランプがちょっと少ないぐらいかなっていう感じですね。はい。で、この下は特段何も入ってないという感じです。まあ、シンプルですけど、非常にね、使いやすい感じのお部屋じゃないかなっていうふうに思います。いかがでしょうか。今日はね、こんな感じのお部屋に一泊させていただきたいというふうに思います。はい。はい、それではね、 Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度ね、出ました。ダウンロード下りが 15.82Mbps、 アップロード上りが 9.88Mbps となってまして、まあそんなにね、速くない、思ったより速くなかったなっていう感じですけど、まあ通常のね、インターネット利用する分にはね、申し分ないのかなっていう感じですけどね、まあライブ配信するとかだとちょっと不安定かなっていうふうに思います。はい、ということですね、本日はね、ヒルトン東京台場さんの方から、こちらですね、インターコンチネンタル東京ベイさんの方にね、お邪魔させていただいております。クラブフロアということでね、カードはね、両方とも同じ景色のね、ルームキーとなってます。で、本日はね、角部屋でしたね、21階の11号室、2111号室というお部屋となってます。で、今回はですね、インターコンチネンタルのタイムセールでですね、まあ非常にね、お安くクラブフロアに泊まっていただくことができるプランを予約取らせていただいて、まあ大体2万5千円ぐらいですね、サービス料税込みで。で、ただですね、その代わりアンバサダー特典のですね、レートチェックアウトだったりとか、アップグレードはね、使えないという感じです。なので、明日チェックアウトに関しましては12時という感じです。まあ、ただね、チェックインに関しましてはね、まあ、荷物だけでもね、預かっていただこうかなというふうに、13時半に来ましたところ、無事にね、チェックインができました。お部屋も整ってますということでした。なので、もう14時からのね、
アフタヌーンティーいただいてお部屋の方に来たという感じです。でただね、アンバサダー特典のですね2000円分のホテルクレジットであったりとかウェルカムアメニティに関してはねつくという感じでしたので、2000円分のホテルクレジットがねつくという感じですね。でクラブフロアに関しましてはですね14時から16時がアフタヌーンティーがあって17時半から20時半がですねクラブラウンジの夕食ディナータイムがありましてですね、今日ねなんか説明を聞いたらねしっかりとしたお食事を提供します。ディナーです、あのディナービュッフェですということをおっしゃってたんで非常にね楽しみです。なんかね前回はそんなイメージなかったんですけど今回はね結構がっつりちゃんとねお食事ですよということをおっしゃってたので非常にね楽しみだなっていうふうに思います。でウェルカムアメニティとしてですね私ポイントではなくてですねまたねドリンク券いただきましたのでまたバーの方でねちょっと使っていこうかなっていうふうに思っております。もしね使わなかった場合はポイントにっていうことでチェックアウト時に お話しすればポイントをいただくことできますんで私はいつもねそういうふうにさせていただいてます。はい、という感じでですね、まあ、今回ねお得にですねインターコンチネンタル東京ベイさんの方に、ね、お邪魔させていただいてまして、まあ、私ねこちらに宿泊させていただくのは2回目で1回目はね、デザイナーズスイートみたいなところにね宿泊させていただいたんですけど、まあね、この普通のお部屋クラブルームの、スーペリアルームなんですけれども非常にね十分なお部屋かなっていうふうに思いますね。これがねクラブフロアも使えて2万5000円だったら非常にお得じゃないかなっていうふうに思います。はい、ということでねまあ、レイ君もね、なんかいろいろ遊びたそうなので、まあ、アフタヌーンティー先ほどチェックインの時にいただいてしまったので、まあ、ちょっとね、ゆっくりさせていただいて、館内散策しながら、イブニングカクテルの方にね、挑んでいきたいと思います。ということで、行ってまいります。じゃあね、今ね17時半もありましたんでこれからねクラブラウンジの方に向かっていきたいと思います。はい、カクテルタイムね混んでるみたいで椅子ね潰してこういう感じでですね席を設けてますね。はい、という感じでねご案内していただいております。はい、今のところはね貸し切り状態なんですけど隣人が来たらちょっと気まずいかなっていう感じはしますけど、まあ一応ですねやっぱりね時間制で1時間制という感じになってます。はい、まあちょっとね楽しんでいきたいなというふうに思います。 YouTube?はい、夜景はねこんな感じでお台場の観覧車だったりとかね当然ねレインボーブリッジなんかもこんな感じで綺麗にね見ていただくことができます。はい、シャンパンねお持ちいただきました。じゃあねシャンパン、まあ、スパークリングワインですねいただきます。まあねまあねちょっと混んでるからねちょっと取りに行けるか微妙ですけど、ね、取れれば取りたいなと思います。ここがプッシュ回ってる、うん、はい、妻がねピックアップした品です。まあスタッフの方がね持ってきてくださいました。まあサラミだったりとかサーモンとかプチトマトとかねたたございます。たたリくんプチトマト食べる。たた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 た。はい、そしてねこちらがカレーとですねこれなんだろうポテトとかね唐揚げみたいのとかあと煮物みたいのがありますね。美味しそうです。トマト食べる。赤色トマト食べる。これで食べる。スプーン。スプーン。はい、どうぞ。お。はい。うん。美味しいトマト。うん。うん。うん。リクね、トマト好きなんですよね。
まあ、助かります。はい、そしてね、あとこういったねチーズなんかがございます。私もねこれから取りに行ってみたいと思いますけど、写真がね撮れるかはちょっと分かりません。はい、でね私のターンで今ねこういったハヤシライスとかですね、豚肉のポトフだったりとか唐揚げとかね、てんこ盛りで持ってきましたまあこんな感じでね持ってきましたんで、ほぼねもう今貸し切り状態なんで動画もね撮りやすいです。ただね並んでるところのビュッフェ台はねちょっと撮ることは難しそうです。まあ大体ねここにあるのが大体っていう感じですね。はい、じゃあねいただいていきます。唐揚げ結構ねボリュームありますね。うんうん、うまい。はい、じゃあね続いてこちらの豚肉のポトフ、もうチャーシューですね、もうバラでめっちゃ最高です。うまっ。あ、薄味で本当にねポトフの薄味版って感じ。結構ねボリュームありますね。これじゃあね食べ進めてねお部屋の方に戻っていきたいなというふうに思います。こういったビール類とかですね、カクテルとかねございます。はい、こういったねポークポトフだったりとかポテトグラタンですね。あとはね、唐揚げの甘酢あんとご飯、奥にね、ハヤシライスがございます。そしてね、サラミ、サーモンマリネ、クルミレーズンパンとかパンプキンサラダがございます。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。結局ね、このお部屋誰も来なかったです。もう貸し切り状態で最高でした。まあね、たらふく食べましたんで、これからフィットネス行ってですね、動画を撮ってこようかなと思います。動画を撮ってお部屋に戻ろうと思います。はい。8階にはね、ドッグスフレンドリーラウンジみたいなのがあるみたいですね。面白い。はい。18階、19階がエグゼクティブフロアで、20階以上がね、クラブインターコンチネンタルルームという感じになってます。はい。残念ながらね、ジムは今休業中ってね、書いてありました。ただですね、フィットネスは休業中なんですけども、もしね、入り用であれば、浜松町のゴールドジムご案内させていただくことは可能ですということでした。すごいですね。はい。なので、これからですね、アンバサダー特典であります、無料ドリンク券ね、ありますんで、それをね、ハドソンラウンジとニューヨークラウンジでね、2枚ありますから、1杯ずつね、いただいていこうかなというふうに思います。じゃあね、行ってまいります。はい、こちらね、いちごのノンアルカクテルをね、作っていただきました。結構ね、映える感じということなんでね、こちらをいただいてます。じゃあ、ね、いただいていきます。うまい。さっぱりしてますね。うん、めっちゃさっぱりする。それ、このおしぼりがめっちゃいい匂いですよ。これいただいてね、別のお店もう一軒行きたいと思います。こちらではね、このパイナップルのやつをオーダーさせていただきました。いい感じですね。はい、じゃあね、いただいていきます。あ、うまい。すごいね、酸味があって、いい感じですね。さっぱりします。うん。うまい。しっぽりね、飲むならあちらのね、ハドソンラウンジかなと思いますけど、なんかね、談話しながらね、飲んだりするのは、このニューヨークラウンジが非常にね、贅沢な感じでいいんじゃないかなと思いますね。はい、使い分けられるのではいいですね。これからねお部屋の方に戻ってライブやっていきたいと思います。ということでね、また明日の朝朝食でお会いしましょう。おやすみなさい。Thank you.
はようございます。昨日もね、ぐっすり眠ることができました。めちゃめちゃね、いい感じでした。なんか、比較的ね、ベッドは柔らかめなんですけど、結構ね、体に馴染む感じでしたね。まあ、若干ね、枕が柔らかすぎて低い感じが気になったかなっていう、個人的にはですね、思いました。今日もね、見てください。もうめちゃめちゃね、いい天気です。もう白飛びして見えないと思いますけどね。はい。で、なんやかんやですね、もう間もなくね、10時。なるところでございますので、もうこれからね朝食の方を食べに行こうかなというふうに思います。シェフズライブキッチンではなくてですね、クラブラウンジでの朝食となりますんでね、はい、まあ、ちょっとねまたビュッフェ代とかちょっと混雑するのかなというふうに思いますので、もしね取れるようであれば取ってこようかなというふうに思います。ということで行ってまいります。あれは何？これは何？お箸。うん、はい、今ね席の方にご案内していただいてね、もう今10時ぐらいですけど、どうでしょう、7割ぐらいお客さん入ってる感じですかね。はい、カレー君、どうぞ。これはスプーン、これは何、それはお箸。はい、まずねこんな感じでサラダの方とクロワッサンとチョコデニッシュですね。丸々一個がいい。マリンマリントマト。これ、はい。マリン。ん？これトマト。丸々の方がいいの？丸々だとプチってなっちゃうんだよ。あれは何？はい、そしてねハッシュとかソーセージ、ハムとかねシューマイがねございます。お魚なんでしょう？サンマでしょうかね。どうしようか。ソーセージ。はい、じゃあこれでいくんです。ソーセージ。次は人参、またブロッコリー、人参、ブロッコリー、またソーセージ、はい、あとねこういったね筑前煮だったりとかきんぴらごぼうとかね漬物、味噌汁がねございます。そしてねフルーツはねこんな感じと、あとスクランブルエッグと、現地にはねゆで卵もありましたね。はい、で私のはねご飯とですねパンもね8種類ぐらいあって結構豊富だったんですけど、そのうちの4種類、そしてスクランブルエッグと味噌汁とかねおでんこ盛りで持ってきました。今日はね珍しく牛乳をね飲もうかなと思ってます。はい、じゃあねいただいていきます。はい、じゃあねいただいていきます。厚揚げ、うん、優しい味、うまい。サバですね、うん、はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。1階のニューヨークラウンジブティックの方ではですね、こういったお菓子類も含めてですね、さまざまなものがね売られてますね。はい、こういったねショートケーキとかですね、ピスタチオとか全部ね美味しそうですね。はい、こんな感じのねバッグなんかもね売られてるんでしょうかね。いい感じですね。こういったボンボンショコラなんかもね売られてます。黒い箱にねインターコンチネンタルって入ってておしゃれですね。アメニティのアグラリアであったりとかですね、こういったパジャマ、あと今治タオルのねインターコンチネンタルのタグが入ったタオルだったりとか、パジャマ、バスローブなんかもね売られてますね。はい、1階のねニューヨークラウンジブティックの方にやってまいりました。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね美味しくご飯いただくことができました。で、食事終わった後にですね1階のねニューヨークラウンジブティックの方に行ってきました。そしたらねやっぱりねホテルのタオルとか
アグラリアのね、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープなんかもね、売ってましたね。昨日私見た時にはですね、もう全然スイーツにしか目がね、行ってなかったっていう証拠ですね。はい。まあ無事にホテルグッズも1階のね、ニューヨークラウンジブティックの方では売っておりますという感じです。で、まあ久しぶりにね、こちら、インターコンチネンタル、東京ベースさん宿泊させていただきましたけど、めちゃめちゃね、良かったです。はい。なんだろうな、非常に高級感もありますしね、どこかね、懐かしい感じもあってですね、非常に落ち着くホテルだなっていうふうに思いました。まあ、ただね、ラウンジの方は、まあ、やっぱりね、ビュッフェ台が狭いので、ちょっとね、混雑するところはありますけど、入場待ちとかまでね、まだ至らないような状況だったので、比較的ね、まあ、ちゃんとね、食べれたなっていう感じですけど、ただ人によってはね、60分の時間制限になってますんでね、ゆっくりできないっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、まあそこはね、ちょっと好みとかあるかなっていうふうに思いますけど、私的にはね、結構非常に大満足のホテルでございました。はい。ということでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきます。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。あと、概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。で、私の動画の方ではですね、ホテル宿泊レビューであったりとか、航空機搭乗レビュー、あと旅に関するお得情報など発信していっておりますんで、ぜひね、情報の取り逃しを見逃しないようにですね、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回、次の動画をお待ちいただければ幸いです。ということでね、また次回、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。